時は丸は佐渡汽船が運航しているフェリー。大佐戸丸の台船として、神田造船所川尻工場で建造され、2014年4月8日に就航した。2014年3月26日に新潟港へ初入港。翌27日に両津港へ初入港し、4月2日に新潟港で報道公開が行われた。4月3日には両津港、 4月5日には、新潟港で一般公開が行われ、両津港では約2700人、新潟港では約3500人が来場した。4月4日には、クラブツーリズムによる就航前のチャーター運行も行われた。船名は公募され、社内の選考委員会で決定、2013年4月24日に発表された。永久不変を表す。 常磐と佐渡の象徴である、時、柔らぎを示す、輪をかけ、穏やかななの養生を羽ばたく時をイメージして、時は丸と命名された。なお、応募総数1729件のうち、時は丸への応募は29件だった。新潟両津高の本線と、おけさ丸の2隻で1日5往復、繁忙期は最大7往復が運行される。 当期のドック期間中も2021年3月までは、直江津小木航路の就航船による代替運航で便数は維持されていたが、2021年4月29日より小木航路がジェットホイールに転換されたため、今後は一隻での運航となる。船体は6層構造で最上層の6階が操打室及び乗組員区画5.4階が旅客区画及び、 乗組員、区画、3階が旅客区画、1.2階が車両搭載区画となっている。車両看板は、中央部が可動式の2段構造となっており、選手及び船尾にバウドアランプウェイを装備する。パブリックスペース教職設備娯楽設備。ありがとうございます。